もうそろそろ時間じゃない？うん、そうだね。じゃあ戻ろうか。よし、全員集合したみたいだな。そうだ、めぐる、お前の携帯のメアドを教えてくれよ。僕のメールアドレスを？みんなでめぐるの携帯に写真を送るから、どれが一番10万円に近いか見てくれよ。お前ら新聞部なんだろ？いいけど。来た。ちょっと何よこれ。これはもしかして。そう、僕が撮ったやつや。なかなかの傑作やろ。却下。次。ちょっと待ってえな。なんでやの。あー、テッキーくんだ。ねえねえ、どこでテッキーくんと会ったの？ねえ、ここに来てすぐに入り口のあたりだったかな。綺麗に撮れてると思わない？それにテッキーくんってレアキャラクターなのよ。確かによく撮れているわね。でも平凡だわ。そうかな。結構いいと思うけど。誰でも考える手だわ。きっと同じような写真が山のように届くはずよ。10万円を狙うならもっとオリジナリティがないとダメね。次はなんだこれ。携帯を逆さまにすればわかると思うんだけど。ああ、コーヒーカップ。そう、普通に撮ったらなんてことないんだけど、逆さまにしたらカップから人がこぼれそうで面白いかなと思ってさ。あ、ほんとだ。なんか変なの。私も今まで見た中ではこれが一番面白いと思うわ。よっしゃ、10万ゲット。おいおい、まだ早いって。じゃあ最後はカイさんかな。これは観覧車？え、観覧車？今はあまり意味がないかもしれないけど、ちょっとすれば価値が出ると思うの。こりゃ一本取られてもうたな。すごいよカイ。これがいい。これを応募しよう。せやな、これやったら10万いけるかもしれんな。お前もこれがええと思うやろ。ああ、そうだな。僕にはどこがいいのかよくわからないけど。私にもわからないわ。俺もそのコンテストに混ぜてもらえないか。え？
もしかして今度こそ雅か？ああ、そうだよ。みやびだ。みやび？遅れてすまなかった。もう会えないかと思ったよ。うそー、本当にみやび？いやだ、超かっこいいじゃん。もしかして彼が最後のオフ会メンバー？そのようね。みんなと一緒に行動してるんだって？あ、うん。ザップから俺の写真を君の携帯に送るように言われたんだけど。ああ、僕のメアドは。今送ったのが俺の撮った写真だ。ありがとう。みやびの写真は却下ね。カイの送ることにしちゃったから。へえ、どんな写真なんだ？ね、いいでしょ。ああ、文句なしだ。ねえねえ、それより私たち誰が誰だかわかる？タオルを巻いてるのがシルバー、ショートカットがヤマト、メガネをかけてるのがザップで、そっちの小さいのがカイだろ。大正解！さすがリーダーだな。でもなんでもっと早こんかったんや。面白いとかもう全部終わってもうたで。何言ってんのさ、まだ一番面白いことが残ってるじゃない。ああ、そっか、その通りや。どうしたかい？あの、一応見せてもらった方がいいと思って。携帯ストラップ。ああ、そうだったな。はい、これ。みやびの M。 アホやな、カイは。僕らの名前を知ってる時点で無関係のやつのはずないやろ。ほんまに臆病やな。それもそうね。ごめんなさい。どうしたの、橘さん。シューマイドッグ、まだ食べてない。シューマイドッグ、ここの名物よ。パンフレットに載ってたの。じゃあ今度はそれを探しに行ってみようか。私、欲しいものがあるの。もう一度ショッピングモールに行きたいわ。え、それって全然逆方向じゃ。別にいいわ、一人で行くから。あ、ちょっと待って、しのぶ。おい、めぐる。なんか行きたい場所がばらけたから自由行動だとさ。2時ちょうどにまたここに集合ってことでよろしく。
え、そうなんだ。みんなはもうどこかに行っちゃったの？多分まだそこら辺にいると思うけど。それよりさ、ちょっと見せてほしいものがあるんだ。見せてほしいものって？さっきみんなから写真を受け取っただろ。他のメンバーの写真をもう一度よく見せてくれないか？いいけど。どうかしたの？いや、なんでもない。ちょっと確かめたいことがあっただけなんだ。どうしたんだろう。わからないわ。自由行動になったならちょうどいいわ。2時には戻るから。あ、じゃあ私はシューマイドッグ買いに行ってこようっと。え、ちょっと。何おろおろしてるんだ。え、いや、それが。コーヒーを飲みに行こうと思ったんだけど、ザップに断られちゃったんだ。ちょっと俺に付き合わないか？え、僕が？わかった、付き合うよ。どうしてシルバーたちと一緒にいたのか聞いてもいいか？これなんだけど。あれ、それってストラップまで同じ？そう、これを持ってたらヤマトさんたちが声をかけてきたんだ。なるほどね、こんな偶然もあるんだな。でもさ、なんで今日は待ち合わせ時間に遅れたの？みんなだいぶ心配してたよ。ああ、それが出かけにちょっと親と喧嘩してしまってね。遅れるなら誰かの携帯にでも連絡すればよかったのに。それができたらとっくにやってたよ。え？メンバーの携帯番号を知らないんだ。俺が決めたことだけど、こういう時にはちょっと不便だな。会ってみてイメージと全然違った人とかはいる？驚いたのはやっぱりカイかな。彼女ああ見えて優秀なんだ。科学方面の知識に強くてかなりいい大学を狙ってるらしいよ。そうなんだ。みやびは高校生だよね。ああ2年生。そうだ、まだお互いちゃんと自己紹介してなかったな。そういえばそうだね。僕の名前は桃井めぐる。え、めぐる？めぐるってもしかして恩恵の恵って書いてめぐるって読む？そうだけど。
聞いたことがある名前なんだけど思い出せない。どこかで俺と会ったことはないかな。ないと思うけど。そうだよな、俺も見覚えがないし。ま、いいか。で、君の名前は？俺はみやびだ。分かってると思うけど、これ以上の情報は明かせないな。で、めぐる、聞きたいことがあるんだけど、いいかな？なんだい？簡単な質問だよ。みやこちゃんとしのぶちゃん、どっちが本命なんだ？お、本命？みやびには関係ないことだよ。まあな、そう言われればそれまでだ。二人ともただの同級生だよ。それ以上でも以下でもないよ。あんな美人が二人もそばにいて、お前って変なやつだな。どっちも友達かな。なんだ、両方に言い寄られて困ってるのかと思ったけど。そんなわけないだろ。だよな、あんな美人が二人も言い寄ってくるような顔には見えないもんな。バカにしてるのかい？怒るなって。めぐるは遊園地好きか？え？ああ、でもちょっと絶叫系の乗り物は苦手だけど。俺、何年ぶりかでこういうとこに来たよ。ガキの頃から大好きだったな。夢がいっぱい詰まってるって感じだろ。営利目的とはいえ、来場者を楽しませるためだけに全てができてるんだぜ。あの着ぐるみの中じゃスタッフが汗だくだろうし、あっちの観覧車は鋼鉄で作られた骨組みを持っているけど、そんなことお首にも出さない。夢を売ってるんだよな。白鳥の例えがあるけど、まさにその例えにぴったりだ。見えない水面の下でずっと足をかき続けている。でもあの白鳥の例えは人間のエゴだと思うね。だいたい白鳥が、どうしたの？悪い、ちょっと用事ができた。じゃあ集合場所でな。仕方ないな、時間がもったいないし、あいつとはしばらく別行動ってことにしようか。また毎時間この場所に帰ってくるようにすれば、そのうちまた合流できるだろう。そうだね。あ、ねえ、次ここに行かない？ゴーストラビリンス？
かなか面白そうじゃない。じゃあそこに決定。私あまりそういうのは。大丈夫大丈夫、ただのよくある幽霊屋敷だって。なんか思ったより怖そうね。なーに怖がってるのよ。幽霊が出ても所詮作り物じゃない。ほら行くわよ。結構凝ってるね。ねえ、面白い話があるんだけど。まさか階段じゃないよね。あら、正解。その通りよ。ある夫婦の間に女の子が生まれたの。その人たちはとても子供が欲しかったから心から喜んだわ。だけどその女の子は大きくなるにつれて周囲の者が目を背けてしまうほど醜くなっていった。子供らしい無邪気な笑顔でさえ両親をゾッとさせるほど気味の悪いものだったの。ある日3人で旅行に行ったの。そして船に乗った両親はその女の子を甲板から突き落としてしまった。目撃者はおらず事故ということで処理されたわ。そして数年後また2人の間に女の子が生まれたの。前の子とは違ってその子は成長するたびに美しくなっていったので両親は喜んだわ。そしてさんにんはまた船で旅行に行ったの。女の子は大はしゃぎで両親もそれを微笑ましく見守っていたわ。だけど甲板で海を見ていた女の子に手招きされ近づいていった両親に女の子は言ったの。お父さん、お母さん、今度は私を落とさないでねって。全然何もなかったけど。何よ、だらしがないわね。
こんなもののどこが怖いの？まったく、芸がないわね。暗くするだけなんて怖くもなんとも。しのぶ？忍がそこに。と、これは一体。いきなり飛んでくるんだもの、びっくりしたわ。何かあったんだよ。係の人を呼ぼう。係の人なんてどうやって呼ぶのよ。どこかにないかな、緊急連絡用のボタンとか。見て、ここの壁。この壁がどうかしたの？よく見ると、ここに隙間があるのよ。ほら。あ、本当だ。この壁、もしかして動く？きっと隠し扉よ。どいて、めぐるくん。え、橘さん。行ってみよう。なんか嫌な感じ。
まさか。シルバー、嘘、どうした？まさか死んでる？ちょっと待って、まだ息があるかもしれないじゃない。救急車を呼ばなきゃ。もう手遅れだわ。あれ？どうしたの、めぐるくん。うん、ちょっとね。あれは。ちょっと話を聞かせてもらってもいいですかね。